を後にし歩いていると突然歓声が上がる。すごい、すごい、何何これ、え、なんかこれ拍手、土屋さんすごい、これ土屋さんに拍手ね。実はここでドリフトイベントが行われていたのだ。ドリフトの神様土屋の登場に会場は大盛り上がり。マレーシアはこの 4,5 年でドリフトの人気が急上昇。そこでドリキン土屋がマレーシアのドリフト事情を徹底検証する。ドライバーたちも土屋が見ているとあっていつも以上に気合が入っているようだ。どこの国行っても楽しいね。どうなんですか、ドリフトってのはどっから練習するんですかね。まあこういう広場だよね、広場で練習。楽しいじゃん。でもね、日本はさ、ちょっとこうレベルが高すぎて芸術性を持ったものじゃん。ここはさ、なんかこう車で楽しんでるドリフトだよね。これが大事と、ここでこの白いマシンを操るドライバーの情報が飛び込んできた。白いマシンが日本で乗り越え女性っているんです。そんなことどうでもいいだろ。可愛いのかブスなのかだよ、そっち。腕見ましょうよ。あ、これこれです、これです、これです。果たして女性ドライバーの腕前は。まあまあいいよ。どうですか土屋さん。でまあまあいいよ。へえ。なんかこう控えめなドリフトがいいね。あ、女の子っぽくてね。一方男性ドライバーは男の方が豪華だね。けどこうドリフトで、ね、見ててやっぱり何回見ても楽しいけど、実際に、ね、自分でやろうかと思わない、思わないです。あ、来ました。チェックしてください、チェックチェック。あ、土屋チェック入ります。あちょっと土屋さん。 OK、 スパン。じゃ僕は論調。果たしてその素顔は。リオナチール。リオナチール。グッジョブ、グッジョブ。ありがとうございました。こちらのリオナさんはドリフトの魅力にハマり3年前からドリフトを始めたという。ドリフト見ていかがでしたよ。いや、なんかね、こう優しいドリフトがね、優しいドリフト、ソフラン仕上げのドリフト、ソフラン仕上げ。意味わかんない。あともうちょっと角度だね。角度、うん、アングル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 、いや、モア、モア、はいはい、私、そうそうそうね、かっこいい。